帰郷、新しき時代の到来。この賑わいも久々だってばよ。ああ、まったくだの。なあなあ、エロセニー、修行は終わりだろ。だったらさ、俺、一楽に行っていい？ああ、ちょっと待て。一応出迎えが来るはずだからの。出迎え？いや、遅れてすみません。もう、久しぶりだの。この声ってば。よ、元気だったか、ナルト。カカシ先生！うはー、先生ってば全然変わってねえってばよ。お前は、ま、だいぶでかくなったな。え、そうかな。ああ、そういえばもうそろそろさくらのやつも。ああ、さくらちゃん、え、ナルトなの？久しぶりだな、ナルト。ああ、久しぶりだってばよ。そうか。まあ、修行を頑張ったようで何よりだ。へへ、俺ってばすげー強くなったから、どんな任務もバッチリこなしてやるってばよ。やれやれ、調子のいいとこは変わんないか。にしても、ナルト、あんた私より背伸びたんじゃない？自分ではよくわかんねえけど。ねえ、私はどう？少しは女らしくなっちゃった？大丈夫、さくらちゃんは全然変わってないってばよ。うん、お前は女心っちゅうもんをわかっとらんの。さて、懐かしむのはその辺にして、カカシ、いや、久しぶりだね。ん？これからお前ら二人はこの俺と一緒に任務をこなしていくチームになる。昔と違い、今はもう先生でも生徒でもない。対等な木の葉の忍びだ。ま、どれだけ成長したか見てやる。ルールは初めてお前たちと会った時と同じ。俺からこの鈴を取ればいい。準備ができ次第、演習場に来い。いよいよね。ああ、俺たちの修行の成果ってば、カカシ先生に思いっきり見せてやろうぜ。だいぶ鍛えられたようだね。体だったな。その顔は変わらないな。はい。ん？なんだこのカエル。おお、こんなとこにおったか。エロセニー、俺に何か用？違う、お前には用はないの。
わしが用があるのはそのガマだ。ガマってこのカエルのこと？実はな、ちょっとした手違いでわしの口寄せの巻物からガマたちが逃げ出してしまっての。あ、そう。まあ頑張って捕まえてくれってばよ。ちょっと待てい。お前少しは手伝おうとか思わんのか？だって俺ってば他にすることがあるからさ、カエル探しなんてやってらんねってばよ。かあ、なに生意気なこと言っとるか、このバカ弟子が。師匠が困った時は弟子が助けるのが道理だろうの。いいか、お前もこれからガマ探しを手伝い、各地を回って逃げ出した奴らを捕まえろの。無理やりすぎだってばよ。ガッハッハ、ナルト、よろしく頼むの。さて、それじゃ始めますか。さっきも言った通り、ルールは前と同じ。この俺から鈴を奪い取ればいい。もちろんどんな手を使ってもいい。そうじゃないと俺から鈴を取ることなんてできやしないからな。前はその鈴取れなかったけど、今度は奪い取ってやるってばよ。どうやら今回は俺も少し本気を出さなきゃいけないみたいだな。よし、それじゃスタートだ。行くわよ、ナルト。おっ、鈴を絶対いただくってばよ。見てろよ、カカシ先生。いやー、しかしお前らも強くなったね。まさか本当に鈴を取られちゃうとはね。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。あっ、これからの任務に関しては後々説明してやる。とりあえず今日はこれで解散だ。
体休めとけよ。疲れた。さてと、そんじゃ俺ってば、一楽のラーメンでも食べに行こうかな。あ、そうだ、さくらちゃんも一緒に。いや、やめとこ。デートとか誘ったらぶん殴られそうだし。何？いや、なんでもねえってばよ。ん？さて、ラーメン、ラーメン。3年ぶりの一楽ラーメンだってばよ。ナルト、ちょっと待って。ま、どうしたんだってばよ。あのさ、今から私と手合わせしない？いきなり何を言い出すんだってばよ。さっきの演習見てて、あんたの修行の成果を私も確かめたくなったのよね。確かに俺もさくらちゃんがどれくらい強くなったか気になるけどさ、でもさ、さくらちゃんとはな。あんたが勝ったらデートしてあげてもいいんだけどな。ね、それを早く言ってほしいってばよ。手合わせしてくれる？オーケーオーケー、手合わせだろうがなんだろうがやってやるってばよ。それじゃ早速始めましょう。悪いけど本気出していくぜ、さくらちゃん。戦闘開始。甘く見ない方が。さくらちゃんもね。それよりもさ、デート、デート。はあ、約束だからね。デートに付き合ってあげるわよ。やった。いいけど、すべておごりだからね。あ、はい。さて、それじゃとりあえず一楽に向かいましょう。ラーメン食べに行くんでしょ？本当に強くなったわね、ナルト。本当にこっちで合ってんのか？俺があそこについて誰よりも詳しいことはお前も知ってるだろう。まあ、そりゃそうだ。始まりだな。腹減った。もう我慢しなさいよ、もうすぐ一楽に。お、近まる、手まりた。ほら、誰だと思う？おい、お前ナルトじゃねえか。え、しかまる、こいつあのチビか。お前なんつうか変わったか、バカさ加減が抜けたっつうか。いや、全然変わってない。さ
さくらちゃん？な、やっぱり。ひでってばよ、二人とも。そういや、そろそろ始まるぜ、ナルト。中忍試験？俺らと同期で中忍になってないの、お前だけだぜ。じゃあ、じゃあ、さくらちゃんも中忍？そうよ。ついでと言っちゃなんだが、一級上のネジと砂隠れの勘九郎とこの人はもう上忍だ。はあ？どうなってんだってばよ。こら、何街中で騒いでるんだ。ね、ゆるか先生。まったく、この3年でお前も少しは成長したと思って。イルカ先生も全然変わってね。はあ、落ち着きがないところは相変わらずだな。落ち着きないって、そりゃそうなるってばよ。だってみんな中二になったのに、俺だけ。まあ落ち着け。話は一楽でゆっくり聞いてやるよ。え？お前、帰ってきてまだ一楽ラーメン食べてないだろ。今日は修行終了祝いを込めて何でも奢ってやるよ。やった！お前たちもどうだ？一緒に食べないか？いや、俺たちは別件があるからいいっす。私も今回は遠慮しておきます。あれ、さくらちゃん、俺とのデートは？今日はイルカ先生に付き合いなさい。3年ぶりなんだから。あんたとの約束はまた今度ね。分かったってばよ。約束絶対忘れないでくれよ。はいはい。さて、それじゃ一楽に行こうぜ、イルカ先生。みんな中忍で俺だけ下忍か。なんか置いてきぼり食らったってばよ。まあそう落ち込むなよ。お前なんかあのジライア様に直々に教わったんだから。そりゃそうなんだけどさ。ずいぶん強くなったんだろ。よかったじゃないか。そういえば、ガーラはどうなったんだってばよ。あいつのことをまだ聞いてなかった。ああ、あの子はちょっと特別だ。ん？特別って、どういう意味？実はな。風影様、そろそろ会議です。わかった。だけで大丈夫か？相手は人中力なんだぜ。おいらの術は全て芸術だ。それにちゃんとお箱も持ってきてる。うん。まあ、サソリの旦那は見てればいい。どうだい、この芸術的造形は。うん？あんまり待たせんなよ、デイダラ。
一尾四角の人中力、砂漠のガーラか。さて、どんなものか。潜入成功。ほう、オイラがよくわかったな。この砂漠にあんな鳥はいない。こりゃ隠密行動は失敗だな。こいつはさすがに厄介だな。妙な爆発物を使う。だが、開始。やるな。だが細工は流々ってな。しまっ。接近して戦ってる隙にお前の砂に起爆粘土を混入させてもらった。砂を常に身近に携帯しているのがあだとなったな。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、ノルマクリアだね。待て、ガーラは返してもらうぜ。仕方ねえな。ゴミの後片付けは俺がやってやる。おお、楽しめそうじゃねえか。
闘開始。来た頃だろう。こいつ。しかしまさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手と、久々に楽しい戦いだったぞ。お下がりだと。じゃあてめえが傀儡部隊の天才造形師と謳われた砂のサソリだってのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が。理由など語って何になる。